国立ファームは日本の会社本校では全社について承述する。国立ファーム有限会社とは農作物の生産から流通、飲食店などの隠し枠リビジネスを展開している企業。創業者である高橋正也は異業種であるアダルトビデオ業からの参入者である。2006年3月に高橋が農業改革をスローガンとして高橋がなり、 本人の個人資産を元手に創業。現在、主に飲食、生産、販売を展開。スローガンとして掲げている農業改革のため、農業に関連する事業を、川下から川上まで全ての工程を一貫して、企業内で管理。一貫して管理することにより、生産者、流通業者、消費者の利益バランスを調整した上で、 双方にとってより良い農業ビジネスを提示するよう努力している。自社生産以外にも全国の契約農家より農作物等を仕入れ販売も展開。将来的には全国の契約農家を結ぶ流通網を確立させ新しいビジネスモデルを展開することを目指している。自社を農家と位置づけ生産者が主導の経営が可能である実例を 企業として大々的に作ることにより、現在の日本の農業の問題点である生産者の立場の弱さを払拭させ、その上で日本での農作物生産者という職業の位置を向上させることも目的としている。国と地司会社の区分に従う登録事業を展開。武蔵野大地にある多摩地域を拠点に活動。一部エリア外でも展開。ありがとうございます。